皆さん、ごきげんよう。次に向かう場所がはっきりしていると、心に余裕ができます。では参りましょう。
サイズに惑わされてしまいました。
途中で何度か動かなくなったのは操作不能になったからです。パッドの不調もさることながら、敵の数と回復がひたすら面倒でした。
ここは私にとって本当に禁断の監獄でした。見なかったことにします。自分の体が表示されなくなってしまいました。リロードしても戻りません。この後、他のセーブデータでは正しく表示されたので、ハードの問題ではないようです。区切ってもいい時間なので、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。